皆さんこんにちは。シーズン10まで続いている人気の飯テロドラマ孤独のグルメで主演を務めている松重豊さん。松重さんといえばこのドラマの印象が強いですが、近い将来松重さんが降板するのではという噂がささやかれています。その理由として松重さんの体調不良やギャラの低さなどが挙げられているようです。今回はそんな松重さんの様々な噂についてご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。松重豊さんは1963年1月19日生まれ、福岡県福岡市出身の俳優です。地元の西南学院高等学校を卒業すると明治大学文学部へ進学するため上京しました。大学では演劇学科を専攻して、当初は制作側の道を歩むつもりでしたが、天井桟敷などの有名な舞台を見るうちに演じる方に興味が出て役者を目指すようになります。さらに在学中に三谷幸喜さんが主催していた東京サンシャインボーイズの作品に参加するなどの役者活動を始めました。そして大学卒業後は蜷川幸雄さんが主催する劇団蜷川スタジオに入団して本格的に役者活動を開始しました。しかし役者として生計を立てれるまでにはいかず、生活に困窮して3年ほどで劇団を辞めて就職します。ちなみに松重さんはこの時期に現在の奥さんと結婚していて、劇団を辞めたのは奥さんとの結婚資金を貯めるためとも言われています。就職先は建設会社で、松重さんは作業員として働いていたようです。しかし役者の道を諦めた松重さんに、同じ蜷川スタジオで役者をしていた俳優の勝村政信さんや他の仲間の誘いを受けたことで復帰を決意します。仲間の激励のおかげで松重さんは再び役者の道を歩み始めるのです。当時の仲間はそれだけ当時の松重さんの才能に何か感じるものがあったのかもしれません。復帰後しばらくは目立つ活動がありませんでしたが、1992年に黒沢清監督のホラー映画地獄の警備員でメインキャストに抜擢されたことで注目を浴び始めます。それをきっかけに1990年代半ば頃から少しずつテレビドラマや映画に出演し始めます。そして2012年に孤独のグルメの主人公に抜擢されてドラマ初主演を飾ると、これがハマり役となり、松重さんの名前は一気に世間に知れ渡りました。2022年にはシーズン10が放送され、シーズンを増すごとに松重さんの認知度もどんどん上がっていきました。実際孤独のグルメで松重さん演じる井の頭五郎が豪快に食べるシーンは見る側の食欲も誘い、低いトーンでうーんと漏れる声と表情だけで料理の美味しさが伝わってきます。本作品で大ブレイクをしたといえる松重さんは、現在では映画やドラマだけでなく CM にも多数出演するなど、テレビで見ない日はないほどの活躍を見せています。しかし松重さんも2023年現在で60歳、井の頭五郎の大食い男ぶりを実際に演じるのがきつくなってきたようです。現在テレ東内では松重さんの処遇をめぐり話し合いが行われているほどだとか。松重さんの降板かあるいは番組打ち切りという選択を迫られているようです。テレ東としては低予算で高利益かつファンの多いこの番組をできるだけ長く存続させたいところですが、今のところ代役を立てる説が有力なようです。松重さん自身もそこまで続けたいとは思っていないようで、その理由は何といってもギャラの低さにあると言われています。なんと松重さんの孤独のグルメの一本のギャラはたったの30万円なんだとか。このドラマは全12話で構成されていますが、シーズン丸々1本でも360万円の収入にしかなりません。またこの金額は事務所に入るお金と言われているので、松重さんが手にするお金はここからさらに少なくなるのではないでしょうか。孤独のグルメ自体も1本200万円弱というかなりの低予算でスタートしたために、主演の松重さんのギャラも低いということです。ただいざオンエアしてみると深夜帯としては意外と視聴率がよく好評だったため、シリーズ化していきました。 DVD を発売すると数千万円の売り上げを達成、また韓国に制作権を売って数億円の純益を出しました。さらに世界配信で数億円の利益を出しています。
松重さんは最近までこのからくりを知らされておらず、合計利益額を聞いて腰を抜かしていたそうです。現在はシリーズ10周年を迎えるほどの人気を獲得しているので、多少松重さんのギャラも上がっているとは思われますが、そこまで利益を出しているのに主演の松重さんに十分なギャラを払っていなかったテレ東への不信感も降板理由の一部になっているかもしれません。そんな松重さんの代役、二代目井の頭五郎に名前が挙がっている俳優一人目は、相棒で伊丹刑事を演じる川原和久さんです。川原さんは相棒メンバーで帰れま10や格付けチェックに出るなど、バラエティ番組で食べる仕事もこなしていて、実は大食いなんだとか。背格好も似ていますし、同じ年齢なので交代しても違和感はあまり感じないかもしれませんが、長期的に撮影できるかという川原さんの体力がポイントになるかもしれませんね。二代目井の頭五郎に名前が挙がっている俳優二人目は香取慎吾さんです。松重さんと比べると年齢は大幅に若返りますが、香取さんもたくさん食べるイメージがありますよね。まだ若いので長く続けられると思いますが、ずっと金髪でサラリーマンの印象がないので、これまでの孤独のグルメとは違ってしまうと心配する声も。二代目井の頭五郎のハマり役として選ばれるのはどの俳優なのでしょうか。今後の展開から目が離せませんね。孤独のグルメで一気に人気を博した松重さんは、2018年には CM 出演で8社と契約をしています。そしてそのギャラはなんと1本1800万円だとか。 CM には3ヶ月という期間のワンクール契約と年間契約があり、この1800万円がどちらの収入かは分かりませんでしたが、仮にワンクール契約だとしても8社あれば1億4400万円の収入となります。ですので松重さんは仮に孤独のグルメを降板したとしても CM 契約だけで十分生活していけるほど稼いでいることが分かりました。またもちろんその他にも俳優として映画やドラマにも出演しているので、松重さんは長い下積み期間を経てやっと俳優として十分に稼ぎを得ているのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は孤独のグルメで人気を博し、現在も映画やドラマに引っ張りだこの俳優松重豊さんについてご紹介しました。当時の皆川スタジオの仲間が松重さんを役者の道に連れ戻してくれたおかげで孤独のグルメという名作が生まれたと言っても過言ではないですね。今後の松重さんの活躍にも注目していきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。